羨ましいであるぞ、1ヶ月以上も休むなんて、人間の中学生というのは楽なもんであるな、いやお前いつでも休みだろ。何を言う、オラ様は24時間365日いつでも激しく営業中である。なんかコンビニみたいだな。ぽっ、そうじゃねえよ。にしてもさ、お父さん、お店ほっぽってどこ行っちゃったんだろう。お待ち。ありえない。どこに行ったとしても早く帰ってきた方がいいよね。ミナミに任せたままじゃ店潰れるである。どうやったらポップコーンをこんなにまずくできるのである。大変なことになった。大変なことに。どうしたんです。平気平気、いつものことだもん。え、お父さん何日か出かけないといけなくなったんでしょ。そうなんだ。で、私と離れるのが寂しすぎてこうなっちゃってるの。そうなんだ。そうなんだ。実は古い友人から沖縄に呼ばれたんだ。アメリカ海軍第13艦隊の空母の艦長でね、1990年イラク上空を飛んでいた時にミグの編隊に襲われてね。なんだ。やつはこの航海を最後に退役するんだ。そこで沖縄から出航した後に行われる洋上パーティーに招待されたんだよ。へえ。ねえ、今までの情報を総合すると、南のお父さんって元軍人、傭兵とかそういうのかもね。せやからパーティー行かなあかんねん。やけど何日も南と離れなあかんなんて耐えられるか。南のことが大好きなんであるな。じゃあさ、みんなで行っちゃおうよ沖縄。それウィー。え、山以外でヤッホーなどありえない。じー、その荷物実は張り切ってるであるな。あ、おお。あー、おお。そっちかよ。おお。今すぐ？もちろん。だって私たち、え？エブリデイ水着デーだもん。いつの間にである。うちからっていうか、昨日の夜お風呂上がった時から。はいや。私たちっ
ってことは…んエブリデイミスギデイ。そこ期待してなかったである。まあ、私もだけどね。お、それじゃあレッツゴー。ガシッとりゃあ、なんかハード。今、女の子がいたんだけど。あ、そうなの？もしかして幽霊？それか。女の子、女の子って女の子のことばっかり考えすぎて女の子の幻が…ブー！うわぁ！行こう行こう！あ！人間は着替えとかめんどくさいであるな。オラ様のようにエブリデイ、テンダデイが最高であるぞ。何だったんだ、あの子。あなた、私が見えるのね。何か俺に伝えたかったのか。ねえ、国際通り行ったら雑貨読みよ。やっば、忘れた。アイスも食べようね。え、あ、うん。お、急ごう。うん。お待たせ。ねえ、ん？私ちょっと一旦ホテルに戻っていい？ちょっと忘れ物しちゃって。忘れ物？何忘れたんである？え、いや、あの、何忘れたんである？何忘れたの？あ、ま、別にいいや、戻んなくて。あおいちゃん、これ超うまい。あ、私はいいや。どうかした？なんか様子おかしくない？別に何でもないって。やっぱりもらうね。うわっ！はい、ありがとう。どうした？葵、変わった下着であるな。何言ってんだお前。なんと形容すればよいか、なかなかに難しいが。そうである、履いてみるである。ですよね。
供用ばっか。もうこれでいいや。ください。葵、何買ってんの？おら、よいしょ。おおやっぱ葵、なんかおかしいよな。どうしたの？あ、いや、別に。なんで追われてんだ。待って、君、あなたを探しに来たの。言ってたよね、助けてって。あいつらからってこと？We have contact. あいつら何？私を捕まえてる人たち。捕まえてる？What's going on? You two? You won't get away!モンスト？すんのか？あなた、モンスト知ってるのね。ああ、 Junior High students actually play Monster Strike? Get ready to strike!襲ってくる気かよ。スタート！You lost the target. Lieutenant Jensen! Unbelievable. Losing 2-1? Ma'am, the enemy is receiving help from an outside party. A kid. A kid? もう大丈夫。今の、君を捕まえてる奴らって、もしかしてアメリカ軍？お願い、明日の12時首里城に来て。他の人には言わずに。分かった。俺はホムラレン、君は？リラ。
では首里城に行ってきます。大変悲しいが、お父さんは今日は一緒に行けない。うんうん、大丈夫大丈夫。ということで、お父さんの友人の娘さんが案内してくれる。米海軍のアマンダ・ジェンセン中尉だ。はい、アマンダよ。彼女の父親とは1999年ユーゴスラビア上空を飛んでいた時にミグの編隊に襲われてね。よくミグに襲われるであるな。よろしくね。よろしくお願いします。わあ、大人の女にズッキンドッキン。早速行きましょう。ほらボーイ、あなたもよ。おや、パテあるな。殺すぞ。もう死んでるかも。くれたんだね。行こう。え？お。ねえ、どこ行くの？こっち。え？The signal is more stable here. Maybe because the monster gate was here before. Ops 1 to base. We're prepping the ECM. Lieutenant. We will begin the operation soon. I see.綺麗なとこだね。そうだよね、私もそう思ってた。たまに抜け出せるとき見に来てるの。ねえ、どういうこと？君はあいつらにアメリカ軍に捕まってるの？そこから抜け出してきてるの？もういいの。え？あなたはいい人だから。この前はありがとう。お礼を言いたかった。助けてもらったのに何も言えないままだったから。いいなって思ってた、二人の時間を過ごしてる人たち。私たちも一緒に走って、一緒に景色を見られて嬉しかったよ。なんで？何でも言ってよ。君が誰だっていい。Activating ECM。最初に会った時言ってたじゃん、助けてって。リラ、初めてだったの、一人で消えていく運命なんだって思ってた私を。ずっと一人だった私を。レンは初めて見つけてくれた。
あんな気持ち初めてだった。だから思わず助けてって。お危ない目に遭わせるつもりは。そんなの別にいい。ありがとう、レンと会えて本当に良かった。リラ、これで最後じゃない。もう一度、もう一度君を見つけてみせる。絶対見つけるから。Objective captured. Deactivating ECM. You will not escape again, Slippery, my mate.初めて見たわ。あんなに心を開いたあの子。やっぱりアメリカ軍か。ええ、その通りよ。キスキルリラを捕らえているのはアメリカ軍。でも私は逃がしたい。リラを助け出したいの、あの監獄から。空母、あ、でっかい。お父さんが呼ばれたパーティー、あそこでやるの。ああ、間違ってるよ。どうしてアメリカ軍の空母に。あの空母、エクセルシオには極秘の洋上実験施設がある。アメリカ軍はいずれ軍事利用することを目論んで、そこでモンスターストライクの研究をしてるの。そのためのモンスターを探し集めてる中、研究チームはどこからかあの子を手に入れた。ってことはやっぱりリラは。だからって何してもいいはずはない。研究チームがあの子にしてることは実験というより拷問よ。だから私は今夜あの子を救い出す。それをあなたに伝えたかったの。今夜。そう、今夜がチャンス。絶対に救い出してみせるから。俺にもやらせてください。お願いします。俺もあの子、リラを助けたいんです。今夜開かれる艦長の引退パーティー、あなたもドルフ若葉の関係者として招待されてるわよね。はい。今夜のパーティーは艦長命令で、当直以外の乗組員全てが参加する。あの子が囚われている秘密施設の警備は通常より手薄になるの。パーティーの最中なら潜入しやすいはずよ。そしてあの子を捕らえている実験の責任者はスールー艦長。すまないが、今回引退するパーティーの主役ね。そしてもう一人、今日は娘たち、海軍先端デジタル開発本部ナッドコムから派遣されたスタイルズ大佐よ。スタイルズ大佐、やはりあの実験はすぐにでも中止すべきです。あれは艦長が決めた特務実験だ。私に権限はない。しかし気持ちはわかる。だがせめて艦長が引退するまではおとなしくしておいた方がいい。待っているうちにあの子は死んでしまいます。悪いな、前線注意。力にはなれない。スールー艦長の愛国心には幾度となく感銘を受けてきたわけです。作戦は決行よ。それではトースト。トースト。行こう、バイキング、バイキング。うん、旅まくるである。ありえない。
あの子たちは。何も言ってません。危険だって分かってて呼びませんよ。Orders from the captain. Head to the party. Your shift's over. Yes, ma'am. Lieutenant, beyond is a restricted area. Even officers need permission to enter. Orders. To move Lila from the Department of Defense. The captain has sent me here to execute this task. そいつを捕らえるんだ。Capture her! 大佐?偽の命令書など通用しない。艦長もそんな命令を出さない。彼は、いや、海軍自体もこの実験に最初から関与していないんだよ。これはあなたの。この実験は国防総省と我々ナットコムの極秘プロジェクトだ。モンスターを有効に利用できれば軍事力を一気に拡大することができる。でもあんな少女を拷問するなんて許されません。あれは少女じゃない、モンスターだ。拘束しろ。彼女は国家情報漏洩罪として処理する。そうはさせない。やれ。オナゴに手荒な真似をするような奴らは許さんぜ。レイ君、リラ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 、レン、最後。どうして？言っただろ、絶対見つけるって。行くわよ。逃がすな。こっちだ。
レーン君、もう何に巻き込まれちゃってんの。まったくだ。なんかコソコソしてたから心配してたんだよ。軍事機密にでも触れちゃってんじゃないかって。みんな。ってそれはさすがに。ありえるのか。まあな。マジ？ここで待ってろ。行くぞ、みんな！今日の恩師はまっこといい目をしちゅうぜよ。させるか。
だ。こんなのどうやって倒せばいいんだよ。ねえ、口を狙って。弱点は口の中よ。一か八かやるしかないな。ああ、この世に生を売るはことをなすにあり。ストライクショット。血迷ったか。やつら。その子を連れて逃げろ。え、守りたいんだろ。早く。ねえ、こっちよ。なんとか離脱できたわね。逃がしはしない。傷口を押さえて。少しよ、あの子を運んだところまで。はい。レン、弾は抜けている。いい場所を選んだな。感謝するよ。ここなら心置きなくやれる。そういうことじゃない。
レン、お願い。わかった。やめなさい。あなたを告発します。空母に戻って助けを呼んでくる。あなたを回復させる方法も探してみるわ。本当はレンのスマホに格納できればいいんだけど。待ってて。よかった。大丈夫、じっとしてて。やめないと。君がいいの、信じて。あなたをこんなことに巻き込むつもりはなかった。私あなたを好きになってた。消えたって。私きっとずっと忘れない。俺だってそうだよ。太平洋航行中火災が発生したアメリカ空母エクセルシオに関して、国防総省は新型の電子専用 ECM 機器の故障が原因との見解を示しました。上院軍事委員会は
この機器を開発した海軍先端デジタル開発本部、通称ナットコムのジェームズ・スタイルズ大佐を召喚し、責任を明確にするとしています。嘘ばっか。そんなことがあったとはな。なかったなかった。オラ様たちずっと寝てたであるからな。もう見てればよかったのに。私たち圧勝だったんだよ。じゃあ始めるよ。沖縄土産早食いレース、レン君も。ああ早食いするのはまずヤギ汁、それから豆腐よ。匂いすごいものだけである。じゃあオラ様チームからはレンが参戦するである。なんでだよ。それじゃあ南チームはアキラが参戦ね。わかった。ポップコーン、ポップコーン、これじゃないよ。ほら隠れろ。